スダンカダン、吸っと、吸って、すべ、すべかれ。方言札は、木の板に漢字で方言札と書かれていて、この上の方は穴開けて、糸で、首回りほどの縄がつけて、紐がつけてあって、で雨漏りが太鼓とかには変わらないだから雨漏りしてですね、雨漏りしてたんだから太鼓のこんなんじゃない。私たちはうちは実家ですよね、実際でした。うちはもう接続っていうのが始まったってことを出して聞いて、自分の実家が畑に。
生まれた時にサンマさんが違うよとのことで、サンマさんに昔言われたの。